皇帝ペンギン。皇帝ペンギンは、長高ペンギン目ペンギンか王様ペンギン族に分類される鳥類。原生のペンギンでは、最大種で、最も南に分布するペンギンでもある。別名エンペラーペンギン。南極大陸の周辺に分布し、批判食器は、海上で群れを作って生活する。全長115から130センチメートル。 体長は100から130センチメートル。体重は20から45キログラムに達する。原生のペンギン目内では最大種。頭部とフリッパーの外側の灰色は黒。上胸は黄色。腹部やフリッパーの内側は白色。側頭部の耳の周辺は大色。下口しに黄色やピンク色の筋模様が入る。後足にはピンク色の反紋が入る個体もいる。 下のくちばしの根元には、くちばし症、ししおという部分があり、ここも黄色をしている。外見は王様ペンギンに似るが、王様ペンギンは、体長95センチメートルほどと小型で、頭部から胸にかけての黄色部分が大色を帯びること、くちばしやフリッパーが長くて頭身が小さいことなどから、する。また、生息域や繁殖地も異なる。 ヒナの綿は灰色。頭部は黒く、顔は白い。最大で、水深564メートルまで潜水した記録がある。一方で水深の浅い大陸方の周辺に好んで、生息し、水深185メートル以上潜水するのは、約5に過ぎない。通常は2分半から4分潜水し、深い場所に潜る際は12分潜水することもある。 最長潜水時間は22分だが、水深の浅い場所での記録であり氷の割れ目を探すのに手間取ったためと考えられている。潜水能力は、潮類最高で、水深500メートル以上の深さに20分以上、潜るとも言われる。1998年のワシントン岬の調査では、植生の85から95%は、魚類5から11%は、 オキアミなどの甲殻類とする報告例もある。他のペンギンと同様に肉食性で、魚類、イカ、オキアミなどを捕食する。卵やヒナの捕食者として、オオフルマカモメが挙げられる。一方で隣接する個体が暴れ約45%の卵が壊れし由で受け渡す際などの、同種同士の影響により、繁殖に失敗することも多い。繁殖に失敗した個体は別の親から、 卵やヒナを奪おうとすることもあるが、この際に奪おうとした卵が壊れたりヒナが死亡することが多い。一方、主な天敵はシャチやヒョウアザラシである。ナショナルジオグラフィックによると、英国の海洋生物学者の観察から、皇帝ペンギンの瞬間的なスピード栄力の秘密は、羽毛に蓄えた空気から気泡を発生させることで、 海水と体の間の摩擦抵抗を減らすことにあったと分かった。ペンギンは南極に住むと思われがちだが、実際に南極大陸に主な繁殖地を持つのは皇帝ペンギンとアデリーペンギンの2種類だけである。アデリーペンギンは夏に地面が露出した海岸で繁殖するが、皇帝ペンギンは零下数十度の冬の表現で繁殖を始める。このため皇帝ペンギンは 世界で最も過酷な子育てをする鳥とバレることがある。厳しい冬に子育てを始めるのも、ヒナの成長と餌の量に関連したものと考えられる。南極では秋に当たる3月から4月の頃、群れは海を離れて繁殖地である表現に上陸する。繁殖地は海岸から50から160キロメートルほど離れた内陸部である。これほど海岸から離れる理由の一つは捕食者から。 逃れるため、またヒナが成長する前に表現が溶けてしまうからで、あると考えられている。求愛行動及びそれに続く、交尾の後、5月から6月にかけてメスは、長径12センチメートル、重さ450グラム程度の卵を1個だけ産む。産卵により疲労しているメスは餌を求めて海へ向かい、繁殖地に残ったオスは卵を、足の上に乗せ、 放卵脳と呼ばれる漁師の間のお腹のダブついた皮を使って放卵を始める。放卵は立ったままで行い、巣はない。オスはブリザード、地吹雪が吹き荒れて摂氏60度になる極寒の冬の表現上で身を寄せ合い、放卵を続ける。卵は約65日で孵化するが、放卵中のオスは雪を食べるしかない絶食状態に置かれるため、 エネルギー消費量を抑えるため睡眠に近い状態で過ごすものの、孵化する頃には、オスの体重は40%以上も減少してしまう。繁殖地へ移動した頃から数えると、約1020日間も絶食していることになる。8月頃には、ヒナが生まれるが、メスがまだ戻ってきていない場合には、オスは食道から分泌した白色の入場の物質、ペンギンミルクと呼ばれることがあるお餌として、 ヒナに与える。メスが海から戻ってくると、ヒナの給治はメスが行うため、オスはやっと海に出て行けることになるが、遠い海までの道のりで力尽き死んでしまうオスもいる。オスだけが放乱するのは皇帝ペンギン特有であり、他のペンギンはオスとメスが交代で放乱する。海へ行ってきたメスは、ひなのための食物、オキアミなど、おいに貯蔵しており、食物を吐き出して、 ヒナに餌として与える。ヒナは最初羽毛も,も生えていないが、やがてヒゲペンギンを小さくしたような黒と灰色の綿毛が生える。海へ行ったオスは、やはり同様に食物を胃に貯蔵して、数週間後に繁殖地へ戻ってくる。以後、オスとメスが交代でヒナの番と餌運びを行う。ただ、戻ってきてもヒナが亡くなっていたりしていると、メスは他のヒナを奪って育てようとする。 ヒナの成長につれ、摂取する餌の量が増えていくと、オスとメスが両方とも海に出るようになる。この頃、ヒナばかりが集まって、クレイシ、フランス語でクレイシクレッシュ、保育所の意味という集団を作る。クレイシは子育てを行っていない若鳥などに守られながら徐々に海岸へと移動する。ヒナが十分に成長する頃には、クレイシも海岸に到達し、 南極も夏を迎える。ヒナが成長の羽に寒雨するのと同時期に成長も冬はから夏はに寒雨する。なお寒雨の間は海に入らず絶食することとなる。寒雨の終わった群れは餌の豊富な夏の南極海へ旅立つ。大型であること、生息環境が安定していること、人間の影響がないことから生息数は安定している。一方で、 温暖化による生息地の棚氷の減少が懸念されている。海水面の変化により2100年までに多くの繁殖地が影響を受け、壊滅する繁殖地もあるという説もある。2009年に人工衛星からの調査では46頃に23万8000ペア、59万5000羽の個体数が確認された。飼育家における最高齢記録は、 日本の長崎水族館で飼育されていた、富士の28年5ヶ月、1964年3月29日から1992年8月28日、野生由来のため実年齢は不明である。富士は長崎水族館の顔として長年にわたって親しまれ、死後は白生となって、現在は長崎ペンギン水族館で大切に保存されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。